今ちょっと一人で動画撮ってるんですけど、今日焼肉1万円っていう企画があるんですけど、こちら今月12月はトレンド月間なので、有名 YouTuber の企画拝借っていう企画をやってるんですけど、やってみた系検証企画っていうのをやってなくって、今日ちょっといきなりやっちゃおうかなと思います。焼肉1万円食べた後に私会計せずに見せてます。赤に後輩と私先輩なんだけど、後輩を会計せずに置いてったらどういう反応をするかっていうところ、まあ、ドッキリ検証企画でやっていきたいと思います。 LINE とかしてくると思うんで、嬉しかったでなぜ金欠なの、多分1万円払えないんじゃないかなってね、追い込んでやろうかなって本当に私の財布とか現金とかも残さずに去るんで、見ていきましょう。やっていこう。せーの、ダーシンタマルです。あかりです。じゃあ、ベニラメルです。さあ、今日はどこに来てるでしょうか。はい、新宿。新宿です。最近めっちゃ来るね、新宿。めっちゃ来るよ。新宿か渋谷にいるよね今日は Vlog のための日じゃなくて、1万円焼肉を食べたりとかする日なので、もうシンプルにそういう休みの日に動画を回してみたよみたいな感じでいきます。今焼肉に向かってます。Vlog って V のログだから。どういうこと？ビデオでログを残してるから。ああ、いいね。だからこう撮りますみたいなのじゃなくて、こうログを残してる。これなるほどね。そう、今横断歩道渡ります、あ、渡りきれずに真ん中に止まりますみたいな。クマがすごいな、私の。クマがすごい。どうしたの？クマがすごい。はい、ということで着きましたので行きましょうか。はい、どっから行くんだ？あ、こっち。あっちやん。え、こっちでしょ？どっから入る？どちらからなんですか？すいません、どちらからですか？全然入れない。全然違う。あれ？ずっとビルに入れない動画。これがリアルですから。このビルっていうことは間違いないんじゃない？ちょっとカメラを忘れずに。エレベーターを待ちましょう。今日は牛角ですよ。でさ、私牛角さ1個買えるかエピア。あ、1万円動画で喋ろう。ね、聞いててか。あ、待って動画できるわ。この会話めっちゃある。Vlog って面白いよね。Vlog って YouTuber の最上級じゃない？最上級。だって自分の生活だよ。自分がブランドみたいな。入ります。はい、ということで緊急で動画を回してるんですけど、牛角に行ったわけですよ。でまさかの撮影 NG だったということで、今回の Vlog は焼肉屋を探す旅になります。やばすぎ。まあ行ってみましょう。こういうことがね、あるんだよみんなでも本当に YouTube だけじゃなくて、仕様の動画も撮影 NG だった、うん、みんなは勝手にいろんなところで動画撮って載せちゃダメだよ、怒られるからね。あった？友達のこととかもさ、勝手に盗撮して SNS とか上げちゃダメだから、ね、そう、ダメだよ本当に。私みたいにダメだからね。そうだよ、あのね、訴えられるから普通に。じゃあさっきしようと思ってた牛角の蛙化した話でもしようかな。マジしてくれんの？大学1年生の時に男の子が焼肉に連れてってくれるみたいな、うん、大学の入学祝いで焼肉連れてってやるよ、何の肉が好きなんみたいな言われて、え、牛タン牛タンみたいな、うん、第一だからちょっとバカで、うん、牛タンみたいな、うん、あるよね牛タンの時期ね。そしたらなんかもうとにかく牛タンを食べ放題しようみたいな、牛タンがあるいい食べ放題見つけとくわみたいなって言ってくれたの、うん、私もう嬉しいみたいなと思って、うん、牛角予約しといてよって言われて、うん、あれも全然嬉しくて、うん、イエーイみたいな、うん、牛角食べ放題やったみたいな思ったのね。で実際牛角行くじゃん、うん、で牛角って食べ放題のプランがいくつかあるのね、うん、で牛タンが含まれるプランって一番高いやつなんよ、うん、でも当たり前のように一番安いプランを指定されたのね、はいはいはい、であれって思って、でもまあいいけどあれって思った、うん、でさ注文するじゃん、もうなんか肉の内容任せるよ頼んじゃってって言ってたのね、うん、お待たせしましたって届いたのが大量のトンタンすごい。牛タン食べたいって言ってたよね、いっぱい食べなって、これトンタンみたいな。私ってさ知的な人が好きだからさ、そうか、もうあのトンタンと牛タンを一緒って思ってる時点でもう終わったの。あーダメなんだ。終わってなんかもうそれ以降終わりましたって話なんですけどポップな BGM と確かにベイクイストマジかもなと。ホバリングしてたね。ホバリング、それ、その場でやるやつカワセミとかがされる。あーごめん、また打ち込まれたんだって本当に
ハミングって何？ハミングね、あのカワセミっていう鳥がいるんですけど、鳥って通常進んでる時しか飛べないのよ、うんうん、風の抵抗を利用してるから。でもカワセミはそれをうまくこう調整してその場で飛び続けるの。すごいね。それをホバリングって言うんですけど、パッドなのにホバリングしてたって。なるほどね。ちょっと聞いてみる。聞いてみるか。大丈夫でした。はい、ありがとうございます。それ言って冷麺がプリンプリン。肉のプリンプリンじゃないよ。プルプルだよ。プルプルだろ。どうも。トイレ行きたい。トイレ行きたい。私も。え、じゃあ先いいよ。ありがとう。先いいよ。ありがとうございました。ありがとうございました。払ってないですけど、一人で出てきちゃいました。連絡来ると思うから苦しかったで行きます。やばいよ。だって焼肉1万円で会計1万円いってるから、他にお金持ってなかったらお店から出れないかも。てかワンチャン捕まるかもしれない。やばいね。やばいかも。払わないで出てくるっていうのはないじゃん、多分。お金持ってないらしいのよ、マジで。貧血なんだって。カード持ってんのかな、あかりんって。めっちゃ心配になってきた。払えない説あるかも。待って、ないんだけど。払ってる、払ってる、払ってる、払ってる。ごちそうさまでーす。やったー。おかりんちゃん、ごちそうさまです。え、どうしたの、どうしたの。え、お腹いっぱい。どうした、どうした。ごちそうさまです。何ですよね、遅かったね、随分。結構待ってたんですけど、外で。え、何なの。え、何何何って何が何なの。え、どうだった今の気持ちは。どう、詰まってすごいわかる。どういうこと。マル先輩が後輩アサリンを焼肉1万円食べた後にお会計せずに放置してみたです。A さんと太郎。ごちそうさまです。いや払ったよ、払ったけど、ガチで危なかったのがあそこ現金のみだったら無理だって。奇跡的にあそこクイックペイ使えたんよ。だから払えたんだけど、うん、携帯置いてったじゃん、うん、電話かけたよ私、うん、手元で鳴ってんの。あ、終わったと思って。あ、会計しないで外出てヘラヘラしてるの結構倫理観に欠けててやばくて楽しかったです。チャンネル登録と高評価お願いします。とにかく金払え、その他 SNS コントロールよろしくお願いします。じゃあ、また見てね。バイバーイ。バイバーイ。